第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い飢が作戦 B-29 爆撃機から投下されたパラシュート付きのマーク26機雷。気が作戦、または合資作戦は太平洋戦争末期にアメリカ軍が行った日本周辺の機雷封鎖作戦の作戦名である。この作戦はアメリカ海軍が立案し、主にアメリカ陸軍航空軍の航空機によって 実行された。日本の内海航路や朝鮮半島航路に壊滅的打撃を与え、戦後も海上自衛隊の戦術思想や日本の海運に影響を残した。飛行中の B-29 爆撃機、マーク25もしくはマーク36機い1945年3月下旬、沖縄諸島への連合国軍進行が迫り、日本の東南アジア方面との南方航路は、 閉鎖に追い込まれた。これにより、日本に残されたシーレーンは、大連など河北との航路と、ラツなど朝鮮半島に向かう航路のほか、本土内航路のみとなった。これらの残存航路では、本土決戦に向けた部隊、軍需物資の本土集結と、国民生活に必要な食料や石炭の輸送が行われていた。特に、雑穀や塩、 石油代用の穀物油の輸入が重要視されていた。連合国側は日本のシーレーンに対する通商破壊を主に潜水艦と航空機によって行ってきた。特にアメリカ海軍の潜水艦は多大な成果を上げていたが、残された航路が沿岸に限られてくると、そこでチェスター・ニミッツ原水率いるアメリカ海軍が中心となって日本本土周辺に対する嫌いによる 海上封鎖作戦が立案され、飢餓作戦と命名された。アメリカ陸軍航空軍の第2 9空軍所属の B-29 爆撃機がマリアナ諸島から出撃して、不設任務の主力を担当することになった。これまでもパラオ大空襲などで航空機雷の投下が一定の成果を上げていたが、本作戦は戦史上でも空前の規模の構成機雷作戦であった。 当時のアメリカ海軍が開発していた機雷は、マーク25機雷など直接に接触しないでも、センサーに反応して起爆する関応機雷であった。起爆方式の違いにより、次元時期起爆式の M4 や M11 時期、音響、水圧の核式爆方式の互換性を持つ M9 時期、水圧併用の A6 などに分類され、複数回の反応がないと起爆しない機構を持つものも、あり。 これらの隠し観光機雷が混合使用されることになった。水深約27メートルまでの海域には1000ポンド級のマーク26機雷、マーク36機雷、それより深い水深約46メートルまでの海域には2000ポンド級のマーク25機雷が使用された。対する日本海軍は2色相海具や5色相海具などによって直機雷に対しては 一応の爽快能力を有しており、音響機雷の一部も発音弾で処理が可能であったが、水圧機雷や低周波音響機雷に対しては、有効な爽快手段を持たなかった。海底総海具を引きずって、機雷を引っ掛けて転がし、水圧の変化で偶然に作動することを期待する程度で、これとて海底が平坦な砂地の場合にしか、使用できなかった。 機雷戦太平洋戦争も参照パラシュート付きの機雷を投下する第313爆撃団所属の B-29。1944年11月から第20空軍では、例下の第21爆撃集団に属する第313爆撃団に対し機雷不設訓練を開始させた。同年12月にはアメリカ海軍の機雷専門家が B-29 の出撃拠点であるテニアン島へ作戦準備のため派遣された。テニアン島には機雷用の弾薬庫が建設され、1945年2月20日までに1500個の機雷が備蓄された。1945年3月27日、第一期作戦として関門海峡周辺や瀬戸内海西部への機雷投下が開始された。第一期作戦は、 沖縄戦と連動したもので、クレ軍港や宇品港から日本軍の救援部隊が沖縄に向かうのを妨害する目的があった。27日夜に磁気機雷を中心とした約1350個が投下された。驚いた日本側は関門海峡を2日間の通行禁止として総会を行ったが、アメリカ軍は30日夜にも450個の追加投下を行った。 その後も4月12日まで、第一期作戦は続き、延べ246機により、総計2030個の機雷が付設された。これらの機雷により、4月6日までに8隻の500、総トン級以上の船が沈没し、5月2日までには、沈没19隻、損傷39隻に上った。対する日本軍も、関門海峡を大陸方面航路の収束点や、 九州三石炭の阪神工業地帯への輸送路として重視しており防衛に努めた。当時の関門海峡は日本の海上交通量の40%が通過する重要地点であった。日本海軍は関門海峡、津島海峡の通商保護を主任務とする第7艦隊を新設して総会を行わせるとともに再帰海軍航空隊の一部を B-29 の迎撃に当てた。日本陸軍も小月飛行場に防空戦闘機部隊を配置するとともに後には大阪市周辺から高射砲部隊を移駐させた。だが夜間に侵入する B-29 の迎撃はレーダーの不備な日本軍にとって困難で嫌い投下を阻止するには遠く及ばなかった。5月3日から12日には第2期作戦が実施された。 攻撃目標は関門海峡に加えて東京港、大阪港、神戸港、名古屋港などの太平洋岸、瀬戸内海の主要港とされた。第2期作戦では1422個の機雷が使用され、中でも約半数を占める水圧機雷の投入が威力を発揮した。関門海峡は大型船の通行が不可能となり、それまで比較的機能していた大阪港、 神戸港も使用不能となった。小型船でも安全ではなく、関門海峡通過時には平均で1、3が沈没した。関門海峡の1日あたりの交通量は3月には40席であったのが5月末には2から4席に激減した。なお、大型船の通行停止後、安全な日本海で使用するために強行突破させた例がある。 5月13日から6月6日の第3期作戦では北部九州を中心に日本海側の諸行が標的とされた。関門海峡への攻撃も続き15回の投下があった。1313 13個の機雷が付設され、ごく少数ながら、総海不能の低周波音響機雷まで使用された。第2期作戦と、 第3期作戦の影響で機雷による日本商船の被害は激増し、5月の機雷による沈没商船は66隻で潜水艦や航空機による損害を上回った。損傷船も31隻に達した。6月7日からは沖縄を基地とする海軍機 PB4Y-2 も参加した第4期作戦が始まり、同様の攻撃が続いた。 陸軍機により3542個、海軍機により186個の機雷が付設された。この間、危機感を覚えた日本軍は5月21日に陸海軍技術運用委員会に機雷専門部会を設置して新型艦王機雷の総会技術開発に努めたが、有効な手段を乱すことができなかった。日本軍は潜水艦による被害も多い東。 シナ海経由の文字河北航路を6月に閉鎖する一方、日本海側の諸港を拠点として、なおも朝鮮半島との航路だけは維持しようと試みた。しかし、7月9日からの第5期作戦では、アメリカ軍は日本の完全封鎖を目標とし、移用島の飛行場も、キロの中継基地として活用することで、行動半径を伸ばしたため、 朝鮮半島にまで本格的に攻撃が及ぶようになった。舞鶴港や新潟港、船川港、朝鮮半島の不山港などが機雷投下を受け、特に満州からの食料を積み出し拠点だったらつが420個を集中投下されている。計3746個の機雷が使用された。 この機が作戦で出撃した B-29 爆撃機は延べ1529機で、投下された機雷の総数は12,135個、ないし12,239個に上った。作戦期間中に、機雷で沈没した日本商船は約30万総トン、損傷船も約40万総トンに達したのに対し、アメリカ軍の損害はわずか15機喪失であった。 延べ出撃機数は日本本土空襲を担当した第21爆撃集団の B-29 全体の約5.7%にとどまり効率的な作戦だったと評価されている。飢餓作戦は日本の最後のシーレーンを麻痺させ、瀬戸内海は規範船などの小型船以外は航行不能となった。特に日本の後大港のうち残存していた。 大阪港と神戸港が封鎖されたことは、二役能力を大きく低下させたばかりでなく、造船能力も低下させて損傷船の復旧を遅らせた。潜水艦の魚雷攻撃と異なり。だが、修理設備のある港湾も、機雷で封鎖されると、修理できずに潜伏が減少した。機雷の危険を避けるために沖に出て航行すれば、今度は潜水艦の餌食となった。 朝鮮半島との日本海航路の遮断は、満州方面からの雑穀や潮の輸送を妨げ、本土の日本国民を文字通り飢餓状態に陥らせた。食糧事情の悪化は、日本政府に暴動の発生を恐れさせるほどであり、飢餓作戦と並行して、鉄道網への攻撃が本格的に行われていれば、日本はもっと早期に降伏していたとの見方もある。 日本海軍の第一号型昇海特務艇、騎馬作戦に対抗して、掃海任務に従事した。専用の掃海艇、掃海特務艇は、船体が構成だったため、時気機雷の掃海には使用できず木製の苦戦特務艇や昇海特務艇が代用された。間もなく日本の降伏により太平洋戦争は、終結したが、騎馬作戦で投下された機雷は、約6600個が、 日本周辺海域に残存し、戦後も日本の海運に影響を与えた。舞鶴港で火客船が食来沈没し549名が死亡した浮島丸事件、475名が死亡した室戸丸の沈没事故、193名死亡の女王丸の沈没事故などが起きている。1950年までに118隻が食来し、うち55隻が沈没している。 そのため、第二副院長海上保安庁に所属する、旧日本海軍艦艇を使い、田村筆差し三元海軍大佐を責任者として、戦後も総会活動が続けられた。投入兵力は1五十二年までで、艦艇三百六十隻、自民一万九千人に及んだ。日本海軍が防御用に付設していた係式機雷約五万五千個の処理も同時に行われ、 アメリカ海軍部隊も最終安全確認や外洋の機雷石の処分を中心に活動した。日本の総海部隊では1949年5月23日の総海戦、MS-27 の沈没まで計30隻が損害を受けたほか、それ以降も少なくとも5隻が損害を受け、1952年までに殉職者78名、負傷者200名以上を出した。 なお、このように、日本の海上保安庁は総会経験が豊富であったため、朝鮮戦争に際しては、特別総会隊として、国連軍指揮下で動員され、朝鮮半島沿岸での機雷処理を行うことにも、なった。アメリカ軍から日本当局への口頭説明では、1950年8月までに、機雷は機能停止すると伝えられていた。しかし、水圧機雷や音響機雷は、 実際に1946年中に死滅状態となったものの、時期嫌いには、次元式の自滅装置が備えられていなかった。また、看護装置が機能停止した後も、鋭敏なトーペックス作薬は、わずかな衝撃で爆発する危険が残った。したがって、未回収の嫌いによる事故はその後も続いた。例えば1972年5月26日には、 新潟港で春節旋海林丸が、食来沈没し2名が死亡、45名が負傷している。1972年当時でも、不設海域の7%が未処理で、海底土中に埋まったと思われるものを中心に、機雷5062個が未確認であった。21世紀に入っても、海上自衛隊は自衛隊法84条の2に、基づく、機雷処理業務を続けており、 ネオ平均4個を処理している。一例として、2010年5月29日には、神戸港機で、春節工事に従事していた、潜水士が埋没していた機雷を、発見、6月12日に爆破処理された。2006年には、総海済み海域が約99%となっている。ありがとうございます。